国土交通省などは今日、江戸川の河川敷に住むホームレスの実態調査を行うとともに、火災や水害の危険、冬場の健康管理などについて指導しました。まだ雪が残る江戸川河川敷ですが、ここには多くの人が住んでいます。これ車に行けば行けないでしょ。行けないですよ。行けないよね。だからなんかほら困ったらさ、ここ連絡してさ、でここ入ってお医者さんとか行けますから。国土交通省などは年2回河川敷や橋の下に住むホームレスについて調査しています。今日はおよそ30人に対して自立支援センターや住む場所を紹介したり、健康管理について指導しました。しかし橋はぎだね。要するに規則とかあるでしょ。我々こういう生活すると規則がないから、ね、それも考えちゃうね。はっきり言ってこういう生活した人は他の仕事に戻ったってなかなか戻りきんない。雪とかも降ったじゃないですか、うん、大丈夫ですか。もうそれはもう足支えると寒さ支えたりはしてるから問題ない。河川敷での生活には別の問題もあります。先月31日、葛飾区の荒川と中川の間の河川敷で火事があり、ここで生活していた男性3人が死傷。また、去年首都圏を襲った台風9号では、取り残されたおよそ30人が救助されました。洪水になれば水が浸かる場所ですから非常に危険な場所だということもですね、お伝えして、まあ、できればその、福祉部局の方でも提供している施設の方にこう移動していただきたいと。国土交通省ではこの指導を地道に続けて河川敷に住む人が一人でも少なくなるようにしたいと話しています。